ディアマトです。はい、新宿ですね。はい、はい、今日はスペシャルウィークエンド2回目、セブンですね。はい、はい、セブンイレブンの方の、こちらは参加券でやる回でございます。はい、まあ、とりあえずちょっとチェックしていきましょう。はい、で、コードナンバー入力です。よいしょ、貼り付け、あれ、あ、貼り付け OK、 よし OK、 チェックインできました。はい、はい、ということで今日はね、僕だけじゃなくてヤス君もね、はい、一緒にやる感じなのでね、ヤス君もぜひチェックインしちゃってください。どうぞ。はい、コード入れてあるんで、はい、OK です。 OK、 早いね数秒で入れてくれたね。秒で入りました。さすがです。はい、はい、じゃあやっていきましょうか。で、あーの出たー、もういますもういますもういます。どうしよう、今回の僕の目当てがもう秒で出ちゃったんだけど、どうしようかこれ帰れますか。帰れますね帰ります。はい、じゃあ、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いしますみたいになっちゃうじゃんね。いや、なりますね。そうじゃねえと。あ、これか。それはダメだと。そう、出ましたか。出ました、多分。はい、僕も出ましたよ。間違えてコロボーションした。あー、近いところにいっぱいいるからね。よし、とりあえず、今回そう、セブンイレブンだから、S と V ですかね。S と V ですね。ですね。はい、が今回、このイベントで手に入るアンノの方なんですが、はい、V 型が、まあ僕、今まで普通に未入手でした。はい、はい。まあ、地名とかだからね、基本的にね。のイニシャルとかだから、ないんですよ。いろんなイベントとかで取れてなくて、 V がね、はい、で今回やっと出たので嬉しいですと言ってる間にゲットできました。あのゲットさせ、はい、はいはいはい、やさす。よーし、ちょっと図鑑これでねだいぶ進んでるんで、ちょっと確認しようと思うんですよね。あ、そうですね。はい、アンノーン図鑑、うん、一番下の段の左から2番目の V が埋まって、V で WX と FP ですね、合計4つ。なるほど。残り4種類のアンノーンが、僕は手に入ったら、アンノーン図鑑コンプなんですが、まだまだ先は長いですね野生のアンノーンって僕だって実装されてからもう結構経ちますけど、はい、マジで1回か2回しか見たことないです。ほんとそのレベルなんですね。そう、マジで出ないんですよ。だしその出現エリアとかもよくわかんないし、そうっすよね、うん、っていうのがあるから全然無理なんですよね。まあ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 いいんですけどね、ということでちょっと V 型アンノーンを、探しつつ、まあ他のねブーバー、エレブ、あとはストライク、うん、こういったポケモンたちもちょっとゲットしていくと思います。はい、じゃあプラプラしましょう。はい、出現してるポケモンはね、昨日と大体同じですね。アンノーンとあとは御三家がですね今日はちょっと違うらしい。今、あ、ニアバイにいるね、ほらこいつ。昨日はチコリータとワニの子がすごい多かったんですけれども、今日はそれが日の嵐の方にね、どうやらなってるみたいです。で、数値がポケストップにいるらしいんですが、僕出てないですね。うん、あー、いい、今ちょっと歌舞伎町の方にね、の、はい、歌舞伎町じゃないか、のさらに奥の方にストライクのレイドが出てるんで、そっち向かってたんですが、はい、その途中にダプー、はい、出ました、飲んでーさーい。はい、こう動いてる時にね、S なのか、N なのかよくわからないんでねちょっと見にくいですね。そう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 、これはっていうふうに、はいはいはい、見間違いがちな、はい、はい、S 型くんですね。よし、 S 型はね、持ってた、いつだっけな、もう本当にもう覚えてないんだよね、基本的にね。まあ、そうですね、うん、はい、よし、入りました。はい、S 型ゲットぜ、はい、まあ、こっちはね、比較的みんな持ってたりするから、V をね、 V ですね、 V をもうできれば 2,3 体ぐらいは確保しておきたい気持ちは、そうですね、はい、ありますね。あとはブーバーとかエレブーとか、そう、アメをね、あいつら結局結構強いから、なんだかんだ、そうですね、そう、しっかり厳選したい。まあでも神王の石の在庫の次第なんだけどさ、じゃあちょっとストライクのとこ行きましょう。行きましょう。はい、はい、行きます。はい、はい、はい、くしゃみが止まらん、ほんまに止まらん。とりあえずストライクレイでやっていきましょう。はい、あ、頑張ります、ありがとうございます。はい、ストライク色違いまだなんでね、はい、はい、頑張っていきましょう。全国でね、いろんな、ポケモントレーナーがね、もう苦戦しているとこですよ、ストライク。そういうことですね。オッケー。さあ、結構いる、5人、普通に5人いた。さすが駅前ですね。さすが。はい、よし、さあ、ストライク、 CP いくつだ。 CP も重要だよ。さあ、1514、強いのかどうかわからん1498。ああ、なるほど、じゃあヤス君よりは俺の方が強いですよね。はい、ちょっとじゃあ色違いかどうかチェックしていきましょう。せーの、ドン、どうだ。はい、通常かな、 100% 取ったんですよ。あ、はい、ストライク2匹昨日の間に、そう、あ、昨日タスク、そして今タスクの方もストライク今開けられるんで、ちょっと開けていこうと思います。ドン、
さなんだ、あ、通常からトゥード駅前、はい、ギラティナ、はい、新宿でございます。 100% 欲しいですね、こちらギラティナもね。アナザーはね安く引いたけど、ね、はい、そうですね、うん、オリジはまだですからね。そうなんですよ、うん、あれすごかったな。さあ、いくつかな、 CP が2042、どうなんだろう、42か、42は低いっすね。2035、さらに低い、35ってめっちゃ低いっすね。そう、俺ら全然あれでしたね、微妙な答えでしたね。ダメでした。はい、ダメでした、残念です。はい、2匹目の V 型、うん、はい、こう見つけたんでね、捕まえたいなと思って録画を開始したんだけど出ないね。どうしたはよ、まあ、まあそういうことあるからね、うん、慌てないことが肝心だからね。うん、ちょ、はよ早く出てきて、はよ早く出てきて、慌てないことが肝心だからね。めっちゃ慌ててない。いやこの間に切られたら困っちゃうから。あー、来た、よし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 はい、いい、3回目よし、OK、 はい、2匹目ゲットです。よし、あと何匹か欲しいなというところですね。あー、いたそんな上にはおらんやろ。何メートルだと俺想定してんだよ。ちょっと忘れてしまって。何を忘れたのかがわからんわ、もう。ただいま13時23分、はい、5分ぐらい前からなんかポケモンはログインできないな、ログインできないな、怖いなと思ってたんですけどね。はい、そうですね、はい、サーバーが落ちてるみたいですね。あら、はい、あのツイッターの方がもうそんな感じで、はい、今みんながねちょっとおこになりかけている。ちょっとおこになって、はい、じゃあご飯にしよう。そういうことっすね。そうします、僕は。はい、ということで、じゃあ何食べようか。何がいいですかね。ちょっと探してこう、はい、探してこう、探しましょう。あ、そうそうそう、いや、飯探してたらさ、はい、ちょっとハピナス、野生のハピナス見つけちゃってさ。あ、はい。どうしたんですかこれ。ゲットしちゃったよね。300円だった。すごいっすよね。そう、300円でゲットして、あっさり取れたからさ。すごい、500円入れて余っちゃったもんね。そうあと2回分のプレイがあったからさ、はいはい、それちょっとあれで、まあ、ピッチを狙って無理だったりしたけど。そうっすね、はい、やった。まあ、サーバー落ちてるんで。あ、そう、ゲーム内で捕まえられないってことは、はい、ゲームで捕まえればいい。そういうことです。現実世界にいるね、ポケモン捕まえたろうというね。そういう発想になりまして、そういう発想になりまして、はい、はい、こんな感じで今ゲットしました。かわいいね、普通にかわいい。よし、とりあえず飯にしよう。はい、はい、行きましょう。こちらの店、素敵ランチですね。うん、はい、いただきます。ライスがおかわり自由らしいですね。はい、なんかね、食べるラー油はね、自家製のやつがあって、はい、そう、これもどうぞみたいな、無料でいいよって感じらしくて。すごいですね。いただきます。違うよ。あ、問題だけ笑って、全然できないから逆にリアクションできない。うん、ま、肉、いや、上品、肉汁が上品。味噌汁ね、うめ、いい昼食ですね。うん、よし、じゃあ安く食べろ、食べて食べて。昼飯食べ終わって元気になったので、レイドバトルです。よっしゃー、よっしゃー、やっていくぞい。さあ、 CP、 うわー、微妙、2059、61、もうどんぐりの聖クラゲですね。くっそー、普通の色だ、普通の色だ、残念だ。消えたんすか。消えましたね。今モジュールじゃないわ、そのお香でね、うん、あのアンノーン N 型が今、うん、出たんですが、はい、消えたようです。消えました。はい、そんなことある。モジュールだったらね、わけおいでどことっとんねん、お前は。高いな。高い、コクーン、コクーンが高いな。あれもポケモンじゃないですか。コク、そっちのコクン。あ、違います。そっちのコクンではない。まああれですね、昨日と今日2日間今回やってみまして、うん、
両方ともね、内容としては以前ね、だ去年とか行われていたりとか、あと延期になった分が今年来たソフトバンクの、やつとか、スペシャルウィークエンド、これらに比べると出現しているポケモンがちょっとパンチが弱いよねって意見がやっぱり多かったなっていうのが、はい、僕リプライでも来ましたし、まあまあ言ってることは僕も、まあ、分かるなと分かるなっていう意見ではあります。ただまあコンセプトが違うんだろうなと思いましたね、前回は本当にそもそもレアポケモンたちをわって沸かしてあげて、で今回はその、まあ、前回のね1個前の動画でもお話ししたんですけど、おそらく神王の石で進化する第4世代のポケモンたちっていうものにこうちょっとフュージャーした、そんな、はい、感じになってるんだなと思いました。今回、まあ、途中でねサーバーのエラー、まあ、今日はありましたけど、逆に思い出したんですよね。あれそういえばサーバーエラー久しぶりだなと思った。なんか最近あんまなかったね。日本だけじゃなくて世界各国だったらしいです。あ、なるほど、はい、コミュニティデイとかっていうのは割とその土地だけだったりするけど、はい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 、まあ、なんでサーバー周りが以前に比べれば多少緩和されてるのかなと、強化されてるのかなってことも少しだけね、なんかむしろ今日感じましたね、はい、まあでももしも願わくば、もしもまたこのスペシャルウィークエンドの、ナイアンティークさんが、まあ、やるというふうになったならば、まあ、ちょっとだけレアポケモン多めに入れてくれても嬉しいかなという、ね、はい、まあ、少ないけどミリュー出るよとかさ、スガイドス出した、あ、いいね、スガちゃん欲しい、欲しい、スガちゃん欲しいね雨普段集まらない子ら欲しいですね、はい、なんでちょっと検討の方よろしくお願いしますぜひよろしくお願いいたします、はい、はい、ということでじゃあ今回これね終わりましょうかね、はい、ということで、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ、バイバイ。